中国海峡局が尖閣諸島海域へ侵入を繰り返すのはもうご存知でしょう。今回はこの尖閣諸島に手を出せない本当の理由を詳しく見ていきます。尖閣諸島へ向けてミサイルを配備するとの発表もあり、離島奪還軍事演習も日米で頻繁に行われています。ロシアのウクライナ侵攻によって中国は一層追い込まれる状況に至っているのではないでしょうか。中国の輸出国ってアメリカですよね。アメリカは他の国へと輸入品をシフトすればいいだけですが、中国は確実に支払いできる国への貿易はないのです。ウクライナ侵攻で中国、国連はどう出てくるのか注視していきたいですね。中国はまた貧困の国へと戻りますよ。2020年7月、尖閣諸島周辺海域において、中国海警備局所属の公船が、日本の漁船の操業を阻害する行動が多発し、海上保安庁の巡視船による監視も、緊張の度合いを高めている。ここに来て、2012年に、尖閣諸島の国有化を日本政府が行って以来、同諸島の日本の領海に隣接する。接続水域に侵入してくる中国公船の数は激増しており、過去最多の2019年を更新する勢いだ。中国政府はこの7月の頭に、尖閣諸島は自国中国の領土であるため、その周辺海域における日本の漁船の操業は認めないとの立場を鮮明にし、単なる示威行動から実効支配に向けた方針の変換とも取れる。アメリカとの間で激化してきた貿易戦争と新型コロナウイルスの流行、香港への弾圧支配を法的に強化してきている中国は、尖閣諸島に対してもより強硬な姿勢を強めるものとみられている。これには中国海警備局というその実行部隊の艦艇を有する組織が、それまで国家海洋局の管轄であったものが2018年に人民解放軍同様に中国共産党と中央軍事委員会の下に移管されたことの影響も見える。中国海警備局は日本で言えば海上保安庁に相当する警察的な保安組織という側面が強かったが、管轄の変更によってむしろアメリカの沿岸警備隊と同じような軍事組織に再編されたと言えるだろう。こうした中国海警備局の軍事組織化を端的に表す事象として、7月1日から5日にかけて、南シナ海の西沙諸島で、同組織の艦艇と中国海軍艦艇による合同軍事演習が実施されている。アメリカのメディアによれば、この合同軍事演習には、中国海警備局の艦艇と、中国海軍の071型の揚陸艦などが参加したとみられると報じており、南シナ海の支配権を強める狙いがうかがえる。中国海警備局が配備する艦艇も中国海軍同様に数量的に増加していることに加え、排水量の大型化や重武装化も著しく、2015年から就役した1万2000トン級は全長175メートル76mm 砲を実装している。中国内部でも、こうした艦艇の収益を指して、中国海警備局は、第二の中国海軍であると唱える見方も高まっており、海上保安庁最大の敷島型が約7175トン、150メートルと比較しても、その大きさが顕著だ。ことに、兵装に関しては、敷島型は、2連装の 35mm 機関砲を備えるのみであり、大口径の 76mm 砲まで備えている中国海警備局の1万2000トン級に対し、正面から対峙するような武力は持ち合わせていない。
この点を憂慮し、海上自衛隊の艦艇の投入をすべきだとの声もある一方で、先に軍艦を投入することは、中国海軍の進出を促進する口実を与えかねないとして、慎重な立場を取るべきとの意見も多いようだ。中国海警備局と海上保安庁の保有する大型艦艇の数は、2012年まで、日本が若干上回っていたものの、2014年には逆転され、さらに、2019年には、その差は約2倍にまで開いてしまっている。海上保安庁も、先の四季島型の、黎明や、竣工等を就役させて、尖閣諸島周辺海域の警備強化に努めているものの、中国海警備局の拡大のスピードには、到底太刀打ちできないだろう。いざとなれば、敵艦を攻撃して撃沈する兵装を備えた、海上自衛隊の戦闘艦とは異なり、あくまで、海上警備を目的とする、海上保安庁の艦艇では、兵装の質で数的不利を覆すような効果は期待できない。そうした中で、2018年3月には、陸上自衛隊の新部隊となる水陸機動団が編成され、長崎県の佐世保市に、2つの連隊を持つ部隊として、尖閣諸島をはじめとする、南西諸島の島嶼防衛を担うものとみられる。旧ソ連の崩壊まで日本に軍事侵攻される可能性が懸念されていたのは北方領土に続く北海道であり、陸上自衛隊は創設時よりその地域の防衛を重視した編成を実施してきた。今回の水陸機動団の新設はそうした北からの脅威ではなく太平洋方面に向けての進出が企図される中国軍に対して離島である南西諸島を占拠される事態を想定し、その奪還を目指したものだろう。これら水陸機動団を置くことで、有事の際の島嶼防衛機能は、従来よりも抑止力が強化されたのは事実だが、そうした南西諸島への上陸を未然に防ぐ対策が並行して必要となるだろう。海上保安庁の職務性質上の限界や、すでに上陸、占拠された後の奪還を考慮した対応と比して、この動きを担うのは、制海権と制空権を確保するための戦力の整備ではないだろうか。さすれば、有効な抑止力となるのは、やはり、攻撃型潜水艦とステルス戦闘機だと思えるが、南シナ海で中国の進出に危機感を抱く国々との政治的、軍事的な連携をもっと進めるべきとも感じる。また、近年、経済的に中国に依存してきた日本は、中国との関係悪化を恐れて、積極的な台湾支援を行っていないが、すぐ隣にあり、最も、中国の脅威を実感している同国との関係性も見直すべきかもしれない。